はい、どうも、ヨシティンです。いやー、ありがとうございます。いやー、もう今回は本当にありがとうございます。いやー、もうねー、いやね、ソフビをね、買うのをね、我慢してましたけど、買っちゃいましたねー、というか、買えちゃいました。ね、それが、大人気商品、ガブラ。ね、ウィンターバージョン。ウィンターバージョン?わからないけど。いやーねー、これねー、ね、お値段はね、3800円だったかな、3600円だったかな。まあ、ちょっと見てみましょうか。ちょっと待ってね、見てみるわ。値段間違ってると失礼ですからね。これね、本当に、やばい!時間が。いや、でもね、これ、3000ちょっとですわ。3800円、時間がね、最近ね、バッテリーがすぐ切れんの。これ。本当に。残り50分ちょっとって出てるのにね、一気にドーンって減ったりするんだよね。これもうバッテリーが やばいんでしょうね。いや、そうなんでしょう。多分そういうことですわ。俺の体もボロボロですけど、ビデオももうボロボロですわ。長い間使ってますからね。ほらもう、やばいわ。バッテリー変えるわ、ほんなら。もうバッテリー変える、これ。4% になってるから。ちょっと待ってね。はい、ということで、バッテリーもね、バッチリ変えて、そして、お値段も調べときました。その間にね。今回の冬バージョンじゃないね、これ冬みぞれガブラ。お値段3100円。ね。比較的安い。ね、大人気商品ですよ。ね、この大人気商品が3100円。良心的。ね。そして、お値段が安いのに、じゃん。じゃん。バッチ2つと、カード。そして裏にありがとう。ね。はい。今回の紹介するのは、これ、洋一さん、洋一 YD アタックさんが、制作した、冬みぞれガブラ。ね。これがね、ガブラシリーズってさ、ものすごい熱狂的なファンがいて、なかなか買えないんだよ。本当に。もうガブラファンがいるの。いろんなガブラがあるんですけど、もうガブラファンはもうガブラめちゃくちゃ持ってるんだよ。ね。そして、いつもね、買おうと思ってもね、1分でね、1分で買えるか買えへんかみたいな。で、今回ね、お金なかったじゃないですか。で、俺もう買えへんなと思ってたの。ね。これが買うのはね、抽選販売とかさ、そういったね、レアなやつしか買わない言ってたでしょ。で、今回のこれに関しては、もう毎回買えへんから。ね。時間ちょうどで、パチパチパチってね、急いで連打しても、多分数十秒でなくなっていることがほとんどでね、一瞬でなくなんだよ。で、今回もダメだろう、どうせ、と思って。まあ、買えなかったもお金なし、いやと思ったら買えちゃいまして。買えちゃいます。ね、それがこちらです。じゃんじゃんじゃーん。はい、これがガブラです。ね、特徴は、ここ、鎖です。この木にこういった鎖がついてるんですよ。これが。ね。このセット。ほら、キラキラでしょ。これガブラでね、検索してもらったらわかると思うんですよ。めちゃくちゃいろんな種類があるの。ね。口開いてるガブラもいるけどね。でこの木がね、こう結んであるのがこれがね、いいんですよね。ね。お値段安いのにこだわり。ね。いやー、これ、一つは絶対欲しいなと思ってた。いずれね。これね、沼ですからね。ガブラにはまると、ガブラはもう何十種類あるんじゃない?いや、何十種類は言い過ぎた。いや、でもあるでしょ。ね。本当にガブラはめちゃくちゃあるの。でもね、一つもないのはね、どうかなと。ソフビコレクターとしてね、これだけの大人気商品一度も手に取らずにね、見てるのはどうかなと思って、一度は欲しいと、一つは。で、ずっと狙ってたのは、やっぱりちっこかラメ欲しいなと思ってて、今回この、ラメラメ。ね。わかります?ほら。ほら、いいでしょ?いやーもうこれでね、思い残すことはないわ。思い残すことはない。やった。いやー、これでもうガブラはね、制覇したわ。制覇したって、俺の中でね。いや、これでもう満足です。いや、もう節約しつつも、やっぱりこういう激レアなんはね、もうそろそろね、もう俺も、あれじゃないですか。
もう40代でさ、もう糖尿病でそうそう死ぬじゃないですか。だから死ぬまでに、各ジャンルのね、ソフビね、やっぱり有名なソフビメーカーさんのソフビ一つずつは欲しいなと思って。もう、今までの応援してる人とかのね、いろんな空張りとかは持ってるから、最低でも一つずつ、ね、は欲しいなと。ね。応援してる人のは、まだでもね、コンプはしてないんですよね。応援してる人の空張りも、4種類くらいでもとどめようかなと思って。ただまだ手に入ってないのは結構あるんですけど、要は、蓄光でしょ。ラメでしょ。偏光パール、マジョーラ。ね。4種類くらいはね、揃えたいなと思って常に狙ってるんですよね。今まで集めてたのも、ね。遊戯デイドリーマーさんのね、ソフビとかでも、ね。他にももういろんな人のね、そうだなぁ、3月さん、でも3月さんの4種類は厳しいなぁ。まあでもいろいろですよ。空張り集めるとしても4種類ね、本当に。もうそれ以降はもう本当にもうやめようかなと思って。もう本当に。ね。部屋置くとこないからね。置くとこもないし、お金もないし、寿命ももうあんまりないんで ね。まあこれからもね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。ね。本当に。まあ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 、そんな感じですよ。いやー、でも手に入ってよかった。箱も可愛いんだよな。ね、これで飾っとこうと。ありがとうございます。これからもね、いろいろね、ソフィフィギュア紹介していくんでね、よかったらチャンネル登録&高評価お願いします。これ目線がちょっとおかしい。こうか。はい。以上。よしんでした。バイバーイ。オタクのエイヤ、チャンネル登録よろしくね。